クヌシのバンボクトだぜ。生徒のマリサです。オタクヤは始めるぜ。このチャンネルが気に入ったら、登録、いいねを、お忘れなく。ついでによくぬしの小説ページも覗いてみてくれ。概要欄にリンクがあるので、試してみてね。師匠、そのお姿ということは、今回はプリズナーナンバー6の考察会ですか？久々にプリズナーナンバー6の考察会をやってみようと思い立ったのだ。前回が確か第4話だったから、今回は5話目ってことですね。久々なので、じっくりがっつり深掘りするつもりだ。わかりました。それで、今回はどんなお話なんです？タイトルは暗号というものだ。暗号？暗号に関わるお話なんですか？現代はザ・スキゾイドマンとなっておる。暗号とは、日本側で付けたタイトルだ。スキゾイド？聞き慣れない言葉ですね。精神科での用語で、統合失調症を指す言葉だ。昔は精神分裂症と言われておったが、正確な訳語ではないと、現在は統合失調症と言い換えられておる。ただし今回のお話では、昔の分裂症という言葉で使われておるがな。なんか、今回は複雑な回になりそうな予感です。今回は何やら見慣れないカードが出てきましたね。トランプにしては数字がないし、妙な形の模様があります。マリサよ、お主 ESP カードを知らんのか？これが ESP カードですか？そうだ。ゴーストバスターズの1作目に出てくるし、超能力の有無を判別する試験では、必ずと言っていいほど使われる。今はあまり見かけなくなった印象があります。わしの推測だが、超能力そのものに、今の人間は関心が薄くなっているせいかもな。どうしてなんでしょう？昔はユリ・ゲラーとか、超能力を売りにしたタレント、多かったでしょ。多分、ゲームとか、スマホが登場して、超能力がなくとも便利になってきておる。ははぁ、スマホ一つあれば、十分超能力の代わりになると？とまあ、余計な考察は抜きにして、本編に戻るぞ。はい。ナンバー6は、ナンバー24を相手に、カードの絵柄を当てることに熱中しておった。なんだか、今回は楽しそうな出だしですね。どうも二人の会話から、企画祭りがあるようで、そこで彼女の能力を披露する計画のようだ。今までのお話には珍しく、平和で、危険は感じませんね。ところがナンバー6が眠りにつくと、ナンバー2の指示で、彼に睡眠薬の注射が打たれてしまうのだ。つまり村の陰謀が始まった、と。そういうことだな。次にナンバー6が目覚めると、見慣れぬ場所にいて、しかも生やしたことのない口ひげすらある。どういうことなんです？混乱するナンバー6だが、ナンバー2がナンバー12と呼びかけてくるのだ。これは何かの罠？と、ナンバー6は相手に調子を合わせて、糸を探ろうとするのだ。ほう、やっぱりいつものプリズナーナンバー6ですね。ナンバー2は、ナンバー12が、ナンバー6にそっくりなので、彼を混乱させ、情報を引き出すことができると計画を説明するのだ。え？それじゃ、ここにいるのはナンバー6じゃなくて、ナンバー12で、情報を引き出すのは、ナンバー6の方で、それじゃこっちは？ストーリーを解説しているわしだって、何が何やらさっぱりだ。と、そこへ、もう一人のナンバー6が姿を現すのだ。え？同じ顔。この二人は、お互いを偽物呼ばわりし、自分こそが本物だと主張するのだ。どっちが本物か、見ているこっちもわからなくなってきますよ。あ、でも、こっちのナンバー6、左利きになってますね。それじゃあ、こっちの右利きのナンバー6が本物なんだ。ふっ、マリサよ、騙されるな。やはり、こちらの左利きになっているナンバー6が本物なのだ。でも、彼が左利きだなんて描写、今までの回でありましたっけ？それについては、後で話す。とにかく、二人は自分こそが本物だと証明するため、次々と競技を開始するのだ。なるほど、お互いの得意な競技で決着をつけようってことですね。射撃で対決するのだが、ナンバー12と呼ばれた方は、つい左手で銃を握り、新たにナンバー6と主張した方にナンバー6は右利きだと注意されるのだ。射撃で敗北したナンバー6は、フェンシングで勝負をつけようとするのだが、やはり右利きのナンバー6には負けてしまう。それじゃあ、こっちの左利きのナンバー6が偽物ですか？最後に、右利きのナンバー6は、お互い得意のボクシングで決着をつけようと言い出すのだ。しかしここでも、左利きのナンバー6は、右利きのパンチを受け、地面に倒されてしまう。うわ、こりゃ勝負つきましたね。完全に自信喪失し、彼は自宅に戻ってベッドに横になるが、悪夢にうなされるのだ。その様子を、ナンバー2はモニターしてますね。ということは、やはり村の陰謀？しかし悪夢の中で、彼は奇妙な記憶を思い出すのだ。右手を使おうとすると、電気ショックに見舞われ、さらに偽の記憶の暗示が与えられる場面だ。ということは、彼は村の罠に気づいちゃった？そうだ。とうとう、村が仕掛けた罠に気づいた彼は、わざと電気ショックを自分に仕向け、村の暗示から抜け出すことに成功するのだ。ブルブル。罠から抜け出すためとはいえ、自分で電気ショックとは。自分が本物のナンバー6だという確信に、彼は偽のナンバー6と対決するのだ。二人が争っていると、あのローブアーが近づいてくる。大丈夫ですかね？以前、この玉っころに、主人公は何度もやられていますよ。今回、ローブアーが襲ったのは、偽物の方だった。
主人公は偽のナンバー6を演じたナンバー12になりすまし、村からの脱出を図るのだ。主人公は村の契約でナンバー12となって、そこへ偽のナンバー6が現れて、その偽のナンバー6を演じた主人公はナンバー12になりすまして、もう、何がなんだか、わかんないっす。解説しているわしだってわからなくなるわい。ともかく、今回の話は虚実が入り混じって、混乱するしかないな。もしかしたら、それが狙いかも。ともかく、偽物を倒した主人公は、そのままナンバー12になりすまし、任務完了と思わせ、村からの脱出を図るのだ。なるほど。ナンバー2にナンバー12と思わせておけば、堂々と村から離れられますからね。目隠しをされ、ヘリコプターに乗り込む主人公だったが。ナンバー2は、主人公の嘘を見抜いていたのだ。また村へ逆戻りですか。でも、ちょっと気になったんですが。何が気になったのだ？今回の主人公そっくりのナンバー12、整形手術かなんかで、そっくりにしたんですかね？わしの考えでは、それはありえんな。どうしてですか？整形手術じゃないと、あんなにそっくりに主人公に化けること、できないと思いますが。どんなに腕のいい整形外科医でも、赤の他人をそっくりに整形するなど、理論的に不可能だな。ほほう、そのわけ、聞かせてもらいましょう。まず、人間は一人一人、顔の骨格が違う。例えば眼球の間隔、鼻の位置、口、胸骨の高さ。そりゃあ、まあ、当たり前ですが。人間の顔は、眼球の間隔や、鼻の位置がほんの少し違っているだけで、まるで別人のように認識されるのだ。AI による顔認証も、各パーツの位置を測定し、個人を割り出しているくらい重要なのだ。ははあ、それじゃ整形手術で、他人そっくりにすることなど、不可能だと？少なくとも、親兄弟を騙すことなどできんな。スパイ映画で、重要人物に変装する場面があるが、あれは映画やテレビだから許される嘘なのだ。それじゃ、今回の替え玉キャラクター、テレビシリーズゆえの方便ってことですか？いや、そう早々と結論に飛びつくこともない。つまり、師匠の妄想仮説ですか？うむ、整形手術でもなく、変装でもなく、主人公そっくりの人物が登場することは可能だ。あの偽の主人公は、双子の兄弟だった、という仮説だ。そんな、いきなりそんな結論ですか？これ以外、主人公と折り二つの人間が存在する理由など、ありえん。でも、シリーズでは一切、そんな伏線ありませんでしたよ。第一、主人公が双子の兄弟について、何も知らないなんてありえるんですか？うむ、それには理由がある。双子の兄弟がいるとして、生まれてからすぐ離れ離れになり、主人公はその事実を知らされていないという理由がな。そんなことって、あるんですか？主人公は射撃、フェンシング、ボクシングなど、様々なスポーツをたしなんでいるようだな。はあ、そのようです。あのような多種のスポーツを普段からたしなむ、そんな人物は、英国においてはある階層しかおらん。ある階層、ですか？そうだ。ズバリ、主人公は英国貴族の出身なのだ。それも国内に領地を持つ、由緒正しい貴族の可能性がある。それが双子の兄弟と、どう関係するんです？古来より、貴族の家系では、男子が双子の場合、継承権の問題で、里子に出されることがあった。それが主人公の場合、あったと？そうなのだ。里子に出された双子の片割れは、自分にそっくりな兄弟がいることを知らず、別の組織に育てられ、任務を与えられた。それじゃあ、今回の二人の対決は、実は知らずに兄弟喧嘩だったと？悲しいことだが、その可能性は排除できん。おそらく背後で操る村の組織は、ナンバー12が主人公の兄弟ということは承知していたはずだ。情報組織って、非常すぎます。ちょっと待ってくださいよ。ちょくちょく師匠の姿が変わるのも。わしのことかな？この声は、なんだか、わしのこと、噂しておったようだな。泳ぎでない？泳ぎでなかった？小山田、失礼いたしました、と。この動画、面白かったら、コメント、高評価、登録をお願いしますね。それでは次回の動画、お楽しみに。